県道から上がってきた突き当たりの D との基礎の背筋、鉄筋ですね、終わりました。で、ここが基礎のスラブですね。これは何かっていうと、ここがピットになります。配管ピット、再三申し上げている通りですね、300年住宅っていうことで、配管だとかなんだとかっていうのを後からやり替えれるように、ここを土で埋め戻したりしないんですね。空間を作ります。はっきり言ってこういうことをやらなければ本当にコストが安く、もっと現場も早く進めれたんですけど、ちょっと僕のこだわりっていうのを出してしまいました。でずっと来て、もうあとはもう本当に基礎のコンクリートを打つっていうその瞬間に今立ち会ってるわけなんですけども、こういう感じですね。建物のね、おおよそ広さみたいなやつが分かってきました。でここ何もやってないとこ何っていうと、これは実は、僕たちが今立ってるこの地盤と同じ高さなんですけど、ここは、A 棟のプールの底地になりますね。定番の、下面が今ここに、ステコンクリートが打ってある状態ですね。でここからベースがまずあって、2300のベースがあって、そこから1200ぐらいの高さまで水が入るところがあって、そこからちょっと上がったところは地面ですね。こっち側もですね、これ A 棟のピットがあるんですけども、 A 棟のピットもこのコンクリートをこの200ですかね、250ぐらいを打った後に、やっぱり1400ぐらいの高さまで空間があって、ここもやっぱり配管ができる、こういうスペースっていう風に、なってきていますね。A 棟、B 棟、C 棟はこういう感じでカタンカタンカタンとなってるんですけども、ちょっとずつ面がこう通りが変わってくるような形で構造設計っていうものをしています。あとはですね、これをコンクリート打ってしまえば、次はこの1階 1FL の床の工事に入っていくんですけれども、またここからですね、ブロックを積んで上に上にってこう重ねていくってことを今からやります。僕が本当にこのなんでこのコンクリートブロックを押したかと、なんで普通の型枠と鉄筋コンクリートにしなかったかっていうと、こういうことなんですよ。つまりコンクリートブロックの大きさが、縦が150、15センチ、横が60センチ、そしてメチっていうんですけど、ブロックメジ、ここのところ、よくブロックとブロックってなんかここに1センチぐらいの隙間がなんかあるじゃないですか。なんかあれが嫌だなと思っていて、でもなんか外観この感じが、高さ 3.5 メーター 4 メーターまでバーッと上がってきて、真っ白に塗ってあって、何百年って持たせるために、5年10年に1回塗り替えをやり続けながらこの建物を残そうって思った時に、300年って本当に言っちゃってるんですけど、300年ずっと飽きられないようなかっこいい建物って何かなと思った時に、皆さん建物を建てた時にタイル張るじゃないですか。タイル張るっていうよりも、もうその構造体自体が外に打ちっぱなしみたいに見えてる方が僕かっこいいんじゃないかなって、そこになんか柄みたいな絵面というか、そういうのが出た方がいいんじゃないかなと思った時に、タイル張るぐらいだったら最初からこのブロックの目地が出ている形の方が絶対なんかかっこいいんじゃないかなっていう、これが本当に 3.5 メーター 4メーターまで上がってきた時って、本当にめちゃめちゃかっこいいやつができる予定です。まあいろんなことが起こりながら、もうむちゃむちゃに本当工事遅れていっちゃってるんですけど、まあ本当に慌てずにね、本当にいいものを、本当に300年持つそういう建物を残していきたいと思っていますんで、今度は多分このコンクリート打ちましたとか、ブロックを 1FL まで積みましたとか、そういう動画になってくると思いますけど、またよろしければねお付き合いください。こっからですね、でも本当にきちっとしたものを作って、地元の皆さんにも、僕はもう本当海外のお客さんを呼びたいと思っているので、エコが分かる人たち、エコになんかすごく敏感な人たちを呼びたいと思ってますんで、まあそういうものを一生懸命歯を食いしばって作ってるっていうところをまた見てやってください。今日は以上です。現場からでした。ありがとうございます。またねー。